MD x プローラー MD520N のテールブームローターとは他の多くの単一の主回転翼、メインローター、形式のヘリコプターが備えるテールローターに相当する飛行装置の位置形式の名称。テールローターと同様にヘリコプター特有の主回転翼の駆動に伴う反作用による機体の操縦性喪失と墜落の危険につながる。 水平面での回転運動を打ち消すための機体固有の仕組み。MD ヘリコプターズによって開発された。ノーターシステムの開発は1975年にヒューズヘリコプターズの技術者が概念を開発した。1981年12月、数機のヒューズ H-6A にノーターシステムが初めて搭載された。米陸軍からノーター技術開発のため、 対応された機体であった、ノーターの原理、青色が空気の流れ。1、空気、取り入れ口に、可変ピッチファン3、コアンダスロット付きのテールブーム4、垂直安定板5、直噴ジェットスラスター6、加工流7、コアンダ効果により横水力の発生を示した、テールブームの断面図8、ハントルク力、コアンダ効果を応用している内蔵されたファンの角度を変えることにより、 テールブームから紛失する空気の量を変えることにより、メインローターの反トルクを生じる。テールブームの基部内に備わった送風ファンが、エンジンによって駆動されて、外気を取り込み、後部へと伸びるテールブーム内へ送風する。テールブームには、ブーム途中の片側側面とブーム末端部の反対側面に開口部を持ち、送風された空気を紛失させる。それぞれの紛失は、 サーキュレーションジェットとダイレクトジェットと呼ばれる。ブーム途中の開口部では、側面から下方へ向けて、サーキュレーションジェットを噴出することで、メインローターの作り出す強力な加工気流を曲げる。このコアンダ効果によって、ブーム左右の加工気流の流れが不均一となり、開口部側の流速が高まって速報へ引っ張られる。ブーム末端部の開口部からのダイレクトジェットはそのまま、 速報へ押す力となる。二つの速報への力は、メインローターの回転が作り出す機体の回転運動を打ち消すように働く。また、機種方向を決める運動で使用される。通常のテールローターのように回転翼が露出せず、機体内部にあるので地上離着陸時などでの人身事故の危険が減らせることや、騒音の低減が図れる。ホバリング時には、 サーキュレーションジェットとダイレクトジェットは、用イングの制御にほぼ50%ずつの効果を発揮しているが、全身飛行速度が時速 40km 時速 95km 程度では、テールブーム側面を流れるメインローターからの下降気流が斜めになるためアンダ効果は働かず、サーキュレーションジェットの効果に代わって、テール末端部の垂直尾翼が半トルクを含めて、 ヨーイ因具の制御に使用できる。内部に空気を通すため、テールブームの断面が円形になっているのが外見上の特徴である。ノーターシステムを搭載した機体は3機種、生産されている。すべて MD ヘリコプター製である。テールローターに起因する振動や危険が解無であるため、ドクターヘリへの採用が多いが、低騒音なため警察、報道にも採用されている。 ただし、燃費の悪さがネックとなって、今のところ軍用として採用された事例は、MD-900 がメキシコ海軍で採用された程度である。ありがとうございます。